はい、皆さんこんにちは、ルナトシのトシです。今日もストレッチャーズ続きやっていきます。で、新しい操作覚えたんだよね。うん、ちょっとやってみ。上手。チンプバ歌って。 ZR。 おお、上手。あれ、拍手できる。イエーイ。じゃあ歌ってみようか。せーの。せーの。音程ちげえな。せーの。音程ちげえ。最後にせーの。じゃあ上手上手。イエーイ。じゃあ行ってみようか。ルナ運転。ルナ運転。はい、シュッ。じゃあ、米印いってください。米印つけてマイナス、マイナスマイナス、マイナス、マイナスで、米つけて。これ、うん、じゃあこれ、いきましょう。レッツゴー。ピーポー。米どこ。危ない。米どこですか。米どこですか。米左。オッケーです。さあ、違う。あ、やった、ジャンプ台。にゃー。うわ、お、超える。お、近道。あぶない。すげえ、映画でああいうの見たことあるわ。あ、ちょっと待って、どうやって戻す。あ、なんか、あら、お、よし、すごい。ピーピー、あ、じゃあバックで。いい、ちょっと、どげ。電柱。あ、電柱。じゃあ、つくよ。違う。その中にくるくるいるわ。中にもうくるくるいる。いた。あ、じゃあちょっと待ってください。オッケー。オッケー。ドライブ楽しい。材木工場トラブル。材木工場なのに気味悪いくらい静かね。静か。気をつけて進みましょう。じゃあうちらがうるさくしてあげちゃう。え、そっち？どっち？こっち。あ、いてる。そっち来た方向だよ。帰るな。帰るな。ごめんね。ここじゃないよ、ここ。開けようぜ。せーの。違うよ。あ、これじゃん。これじゃん。これ音声認識だよ。音声認識。せーの。ちげーよ。あ、ああ、そう。思った通り。おーい。影だけが見えるわ。手が。ちょ、どうすんの。はい、しゃがんで入ってきて。もっと引っ張れるんじゃないの。あ、箱持ってきて。ああ、そういうこと。お前ヤンキーになるな。よ、それでは、A だよ。じゃあそれじゃん。お、こうか。あ、そう。あ、そこでいいよ。あ、そういうこと。うん、閉じます。オッケー。あれ、離せ。おう、わかった。もう一回同じボタンやで。まず電気レバーを探しましょう。電気、暗いから電気。あ、これじゃん。これで、こっち。はい。OK。え？あ、そうだよね。あ、今頭から落ちたんじゃないの、あの人。こっちに電気が戻った。クラクラさんを探しましょう。切られる。あれ、電気戻さない方がよかったんじゃないの。片方切れるんじゃない。ちょっととりあえず、ほい。はい、ピーボーピー。あ、うー、落ちた。痛い。危ない。どうすんのこれ。ちょっとその人持ってきて。ちょっとルナ危険な仕事入るわ。ちょっと。いやー危ない。あー、やばい。持たないでこの人。さ、あの人持ってきて。ていうか二人でもう担架乗せようよ。あの人、まず安全地帯に持ってきた方がいい。うん。えい。
違う。あ、危ないよ。はい。潰してるよ。えい。回収しまーす。えい、乗った。あ、あっちにも黒ふくらさんおったよ。危ない。はい、はい、はい。はい、吸収。オッケー。もう離そう。はい。ほ。いた。パパ、今木箱ずらさんかった？ずらしてる？これ開くかな？開く。開く、開く。開いたー。開かないじゃん。開いた。樽いらね。何やってんの？ねえ、ちょっとパパ、丸太に。あ、止まった。ほら。うまい、パパ。で、こう。おぶねえ。ちょっと待て。どうなる？切れた。すげえ。見た、ルナ。見た。助けようか。あ、そこにもいたな。ベルトコンベア乗せて。ちょっと、あ、そこにも。オッケー、じゃあこれはパパが。いらっしゃい。ルナももう一人顔抜きて。ていうかさ、単価でどんどん乗せりゃいいんじゃないの。ルナすげえも見つけちゃった、金の斧がある。おっしゃ、どうすんだろうこれ。切るんじゃない。まあとりあえずこれ助けてこようぜ。あれ、パパなんか下手くそになってるな。オッケー、ういのけよう。おー、あー、落とした、落とした。落とした、落とした。乗れ、のびょ、ういっす、はい、乗った乗った。4人。痛い痛い。何やってんの。ちょっと踏み外しちゃった。えい、あ、痛い痛い。じゃあルナから先、引っ張らないで、まだ。オッケー、タルー邪魔。あなたが持ってきたの。オッケー、4人まとめて4人救急車です。あ、大きな残り人に驚いたけど、クラクラさん怪我しなくてよかったね。病院、あ、もう全員助けたのか。はい、行くぞ。はい。誰も追ってくるなよ。邪魔くせえ。おい。えい。おい、避けるんかい。避けるんかい。病院どこ？いた。病院、あのマーク、マーク。ほら、止めマーク。道取れ、道。飛んだ、飛んだ、やばい。そっか。やばいや、中で病人くちゃくちゃだぞ。パパシートベルトしてるからいいけど。ルナも、あ、してねえじゃん。あっ、何だよあれは。オレオレ、い、危ない。そういうの走るの。だってシェード取ったやじゃん、誰も。まあね。もうらぁ、はい、ただいま、いっちゃ空中からいったね。ルーダー、また足出して、手足出してる。で、さっきのヤンキーおっちゃんおったよね。おったね、ヤンキーおっちゃん。ボンドスタイムで救れたよ。すげえいっぱい点数入るやん。でも、あんま点数気にならないね、これね。でも、パパ、丸太4回だって。マルタに当たったのルナでしょ。パパもだよ。パパ当たったっけ。パパに押されてね、ルナ。 ね、あのヤンキーおっちゃん何け。ごっつんです、ごっつんです。市長のスモーソンで壊す。おかげさまで今日も飯がうまいで壊す。壊す、痛い。何やら町が大変だと聞いたで壊すが、飛んじゃった。仕事の記録が残るステッカーブックを付け人に預けといたで壊すから、しっかりレスキューするで壊す。壊す。なんだよ。
おー、スカーステッカーブック。でででドラえもん、うん、あ、ルナの日記みたいな鍵ついてる。ああ、でもルナの日記の鍵もうぶっ壊れたよ。あ、そう。市長の言った通り、休んでる暇はないわよ。民家からレスキューコールが入ってるわ。わ、遅かったな、今。あら、ルナの役目なのですか。え、ステッカーブックは。え、うん、あ、そうだね。っていうか、遊んでる暇はないわよ。え、遊んでる暇はないわよ。わかりました。じゃあ、タンカ出しましょう。ね、マップでさ、あ、ステッカーブック見てみる。 あ、そうだね。救急車ルナ号に移動した。ステッカーブック全部集めよう。ボーナスタイムにミッション、ああ、こういうのあるからボーナスタイムにやらなきゃいけなくなっちゃうんだな。まあ、ちょっととりあえず先に進めてって、最後にはクリアしてないステッカーを集めるようにしようか。はい、じゃあ救急車呼んで。で、パパまずマップで出してよ。うん、私の目印。そうか、それはパパの役目か。一番近いとこ行こうぜ。っていうか、これ自分家だよ。ほら、自分家じゃないよ。違う違う、ほら、催眠解除マシンだもん。そこ病院だよ。うん、ここ戻らなきゃいけない。そこがいい。高く跳ねて。ジャンピングタイム。はい、行くぞ。ジジイ。あ、じゃあやってくれ。はい、オッケー、豪華に行くぜ。こんなに早く娘の運転する車に乗れるとは思わなかったな。危ない。